こんにちは、こんばんは、そしておはようございます。こんちゃんチャンネル、こんちゃんです。本日ご紹介するのはこちらですね。皆さん大好きスームルーアウトドアテーブルのご紹介です。では早速中開けてみましょう。中はですね、こういう天板が2枚と足が2つというシンプルな構成です。組み立て方はこのスームルームってロゴが書いてあるのが表なので、これに合うように片側の天板を合わせます。でそしたら裏返します。手で持ったままでもできないことはないんですけど、まあ、こう地面に置いた方が楽に設営できると思います。ここのくぼみに足を引っ掛けます。でそうしましたらこっち側の足のこの出っ張っている部分を天板側の端に開いている穴に差し込みます。反対側も穴の中に入れます。同様に反対側の足も入れてあげます。はい、これで完成です。組み立て方はね、袋の裏に書いてあります。サイズの方は、幅が35センチ、奥行きが25センチ、高さが10センチになってますね。非常に小ぶりなテーブルですね。完全にソロ用のテーブルです。高さも10センチしかありませんので、地べたスタイルまたはかなりロータイプのチェアで使うようなタイプのテーブルになるかと思います。このサイズ感なのでバックパックキャンパーの方ですとか、もしくはツーリングキャンプに行く方のテーブルとしては、おすすめできるテーブルなんじゃないかなというふうに思います。ただこのサイズなので、もうこの上で例えばガスバーナーを置いてしまうとテーブルの上すべて使ってしまうような感じになってしまいますので、人によっては例えばこのテーブルを2つ持っていくとかですね、もしくはもうちょっと大きなテーブルと合わせてこれを持っていくとか、というような使い方がよろしいんじゃないかなというふうに個人的には思います。このテーブルですね、若干組み立てがね、めんどくさいというか難しいというか、コツがいるというか、なんというかっていうところはあるかなと思います。であとですね、ここつなぎ目ね、この2枚の天板が合わさるところ、ここがですねどうしてもこう擦れやすいので塗装が剥げやすいという欠点はあると思います。まあ実際ね、私まあなんだかんだ何回かこう試しも含めて組み立ててみたんですけど、もうすでにねちょっとこの辺とか剥げてきちゃってるんで、まあちょっと残念だなというところではあります。このスームルームのテーブル、お伝えしたいのが購入金額です。1199円税込みになっております。大変お安く買いました。他の似たようなものでも大体1300円、1400円ぐらい、が一番お安いんですけど、この場合はそれよりもさらに安く、1199円で購入することができました。ということで本日はスームルームのコンパクトテーブル、こちらの方のご紹介させていただきました。もともとこの宇野チェアとね、合わせるために選んだテーブルになりますんで、ね、なかなかマッチングも良くて、これは買ってよかったかなと。まあ、この組み合わせでね、ドーキャンプみたいなこともチャレンジしてみたいなというふうに思っております。ではまた。